ジェイクラ・モッタはアメリカ合衆国の男性元プロボクサー。本名ジャコベラ・モッタ。ニューヨーク州ニューヨーク市ブロンクスク出身。元世界ミドル級王者。無人像のスタミナを誇り打たれ強く、前に出続けるアグレッシブな試合ぶりから、ブロンクスブルやレイジングブルのニックネームを持つが、孤立は28%とそれほど高くない。1922年7月10日。 イタリア人の父とユダヤ人の母のもとに生まれる。幼少期から近所の大人たちを楽しませるために父親に強制され、他の子供と戦い投げ戦を稼いでいた。彼を補導した警察官にジムへ連れて行かれボクシングを始める。1941年、19歳でプロデビュー、類いまれなタフネスとスタミナと恐れを知らぬ。 フルファイトで徐々に実力と知名度を上げてゆく。この過程において、史上最高の選手と評される拳、選手ガレイ・ロビンソンと対戦し、10回判定勝ちで、ロビンソンにアマプロを通じ初の黒帽子を与えた選手で、あり、ロビンソンとは生涯で6度も対戦し、1勝5敗となったが、6度の対戦は、すべてが、いずれもボクシング史上に歴史を残す激戦であった。 1947年11月14日、ビリー・フォックスに4回 TKO で敗れるが、マフィアが仕組んだ、ヤオ朝試合でラモッタがわざと負けたと疑いをかけられ、ラモッタは、出場停止処分を受ける。後に、ラモッタは、ヤオ朝試合で負けることを受け入れ、さらにマフィアに2万ドルを支払うことで、世界ミドル級王者マルセル・セルダンに挑戦できたことを、アメリカ上院議会で証言する。 1949年6月16日、世界ミドル級王者マルセル・セルダンに挑戦。ブルファイターの両者は、全評判に違わぬ大激戦を展開するが、セルダンの腕が脱臼し、10回 TKO でラモッたが、世界王座を獲得した。再戦が決定したが、セルダンの乗った飛行機が、試合地のアメリカへ向かう途中、アゾレス諸島で墜落し、セルダンは死亡してしまう。 ラモッタは世界ミドル級王座の防衛を激闘の末2度成功させる。1951年2月14日に3度目の防衛戦で因縁のライバルシュガー、レイ・ロビンソンと対戦。ロビンソンは終始パワフルな攻撃を見せるが、ラモッタは撃たれても撃たれても倒れず、ロビンソンが休むと怒涛の攻撃を見せる。しかしワンサイドで撃たれまくったラモッタは、 ついに 13R にストップをせんせられる。この試合はセントバレンタインデーの虐殺と呼ばれることになる。この後ラモッタは勝敗を繰り返し1954年に引退。引退後はバーを経営し、コメディ芸人と俳優に転身、映画に出演するなど活躍した。1958年、自身のバーの男性客に未成年の少女を紹介したとして、 懲役刑の宣告を受け、刑務所に6ヶ月間服役する。国際ボクシング名誉の伝道博物館入りをしている。90歳を超えた後も、各地でサイン会を開くなど、精力的な活動を行った。2017年9月19日、フロリダ州マイアミの病院で肺炎の合併症により95歳で死去。ラモッタは、世界王者やハラン万丈の人生に加え、 エキセントリックな性格の持ち主としても知られ、自伝をもとに映画、レイジングブルが作られた。この作品は高い評価を受け、ラモッタ役の主演ロバート・デ・ニーロは第53回アカデミー賞主演男優賞を獲得している。少年時代からワル同士の友人だったロッキー・グラジアノも元世界ミドル級王者である。ラモッタの王座ダッシュより2年前の1947年に、 世界王座を獲得、エキサイティングな強打者として大きな人気を博した。グラジアノも、また、彼の波乱万丈な人生を描いた事例をもとに、ポール・ニューマン主演の映画、傷だらけの栄光が作られ、高い評価を受け大ヒットした。引退後、両者はブロードウェイに揃って立つなど、小ビジネス界で活躍した。106,083勝3五1 9敗4分。 ありがとうございます。